公暦2678年4月10日15時51分です。支配者層の世論誘導や大衆操作についてなんですけれども、まあ今も今っていうか、まあちょっと下火になったかもしれないですけど、森友学園の問題だとか、まあ連日すごい報道されてたりとか、まあワイドショーとかでしょうもないことをやってたりすると思うんですけども、まあ日々、例えばちょっと前だったら大相撲でどうたらこうたらリモコンで殴ったとか、まあいろいろやってたりするんですけど、まあそういう問題点とかがあったらそれはそれで正すべきだと思うんですね。それはいいと思うんですけど、でもこのマスコミとかメディアっていうのは、視聴者とか大衆が食いつくようなものをこうバッて出して、それで意識をそっちに向けるっていうのを、まあ やってるというかやりがちというかやってるんですけれど、まあそれをそういうふうに向けることによって、まあ、世論誘導されたり、まあ、大衆が操作されているっていうのが僕はやっぱあると思うんですね。まあ支配者層が、まあ支配者層っていうのは、だから第二次世界大戦の勝利者ですよね。勝利国、勝利者が、この今の世界を、操っている、操作している、都合のいいように、運営している、そのために、都合のいいような、マスコミ、テレビ、新聞だとかそういうのは、そういう方向で、動いてるっていうのはあると思うんですね。そうしないと、支配者層にとって都合のいい世界にはならないからなんですよ。まあ、3S 政策とかもありますけれども、 3S 政策、スポーツ、スクリーン、セックス、大衆がスポーツとか、野球とかサッカーに熱中したりとか、まあセックス、恋愛だとか、風俗だとか、まあ、アイドルだとか、まあ、そういう方に向けてたりとか、まあ、恋愛ドラマとか、まあ、スクリーンとかもドラマとか映画とか、まあ、漫画だとかアニメだとか、そっちの方に向けて意識を向けて、それに集中して、その本来考えなきゃいけないことをこうそらしている、そういうのがやっぱあると思うんですね。それだ、 3S 政策とかで、まあ国民とかそういうのは堕落というか、まあそういうのはあると思うんですけど、本来、まあ、国民は、まあ、国民というか、まあ、日本国民ってやっぱ真面目なんで、日本国民がちゃんと自分の頭で考えて一致団結して、日本を良くしよう、世の中を良くしよう、この世界を良くしようってやるとすごい力になると思うんですよ。一人一人だとすごい弱者ですけれども、一人一人は弱者ですけれども、それが団結して、日本のために、世の中のために頑張ろうって、そういうふうにそっちに働けば、日本国民は勤勉なのですごい力になると思うんですね。すごい力になるっていうのは、世界を牛耳ってる支配者層をに対抗しうる、そういった力に匹敵すると僕は思うんですが、それを やらないように、まあ、3S 政策だとかマスコミとかのメディアが、世論誘導して大衆を操作している風に僕は感じますよね。だから日本をこう弱体化させるとか、まあ個人個人の団結を削ぐような、まあ、個人主義、まあ戦前と戦後で、まあ、戦後はまあ個人主義とか人権だとか、そういうので、まあ、団結するよりも、まあ、団結するっていうか、公よりも個人が大事だと、そういうふうにして個人の力を強めるというか、まあ、個人の力を強めるは悪い部分で、いい部分もあるとは思うんですが、だから公よりも個人が大事ってなると、みんな団結せずに、まあ、一人一人で単独で動きがちになってるわけですよ。だからまあ最近だったら、まあ、昔だったら例えば近所のお隣さんに、
まあ、子供を預けるみたいなのあったけれども、最近はそういうのなくて、もう待機児童問題って言ったら、待機児童のためのそういう施設を作らなきゃいけない。昔だったら ご近所さんに預けたり、まあ、家族に預けたり友達に預けたり、そういうことで住んでたものが、いやそれだと危ない、保育所を作らなきゃいけない、保育所にあげなあ預けなきゃいけない。でそういうふうにやって、地域が、まあ、個人地域が分断、コミュニティが分断されて、そういうみんなで、何とかしようっていうつながりが断たれてるわけですよ。例えばだから、なんか醤油がなかったら、お隣さんから醤油ちょっとお裾分けしてもらうとか、そういうのもあったと思うんですが、そういうのもなくなり、昔だったらまあ簡単に子供とか作ってたわけでしょ。簡単に子供作ってたわけ、なんかちょっと言い方悪いですけど、だから、まあ、3S 政策もあって、だからその大衆がやっぱこう、大衆がやっぱその興味ないと、やっぱ食べることとか寝ることとか性欲とか走るわけですよ。だからそうなると、やっぱセックスガンガンやって、まあ、簡単に子供を産むっていう方向に行きがちなので、まあ、子供をガンガン産んですごい10人家族とか、そういうのは昔は結構あったと思うんですね。すごいたくさん家族いて、それでまあそういうもんだみたいなあったと思うんですけど、最近だともう子供はもうそんなんか産まない、産むのは大変だみたいな、育てるのは大変だと思う、まあ一家族二人いればいい方みたいな、あの少子化の方に行って、大家族を作るような風に持ってかれてないんですよ。少子化の方、核家族、ちっちゃい家族、まあ、子供一人二人がもうそれが当たり前だろうみたいな、なんだったら独身でもおかしくない、そういう方ような方向に行って、まあ、地域だけじゃなくて家族も分断されてる。だ昔だったら、まあそういう、普通にね、セックスして、まあ子供産んで、どんどん生まれちゃってみたいな、それで、まあ大家族みたいな、あははみたいな、そういうのも、まあ最近ではなんか、そういう風には、なっていかない。で、なんか、そういう計画性のない、その子育てはちょっとおかしいみたいな、ちゃんと子育てするためには、年収いくらないと、ダメだとか、大学まで 何千万かかるだったら1人しか産めない、2人しか産めないとか、まあ、そんなことやってたらもう産めませんよね、子供なんて。だから そうなるとやっぱ少子化いくわけですよ。で年収がいくらないとダメだみたいな、年収いくらなきゃダメだみたいな感じにやっちゃうと、やっぱ産む 子供作る方だってじゃあやめようって なるし、結婚もじゃあできないなってなるし、子育て、子作りはおろか、もう結婚さえも、ね、ちょっと難しいな、みたいな。そういう風になるし、まあ結婚するよりも、じゃあ3次元じゃなくて2次元のアイドルだとか、マスコミじゃないアイドルだとか、漫画だとか、まあエロビデオだとか、そういう現実世界、現実社会の人物じゃなくて、自分のその2次元上、2次元だとか、傷つかないような、相手とやり取り して、それで満たす、まあ、3S 政策の一環の一つだとも思うんですけれども、まあ、それで、まあ、個人の欲望を個人で、済ませて、それで終わらせるという。通常であれば、そういう、三大欲、食欲、睡眠欲、性欲とか、そういうので、それを得るために、人とつながっていかないと生きていけない、それをつながりを得るためにも、こうどんどんつながってつながって、どんどん組織、社会コミュニティが出てできていくわけですけれども、そういうのをせずに、もう個人単体で、割と生きれちゃうような、社会になって、で個人一人だとやっぱり、そういう支配者層とか、そういう大きな権力者とかに対抗できませんから、絵本のスイミーじゃないですけれども、小魚が大きな魚になるためはみんなで団結して大きな魚に見せなきゃいけないですけれども、だ個人個人でみんな動いちゃうんで、個人個人で好きなことやって動いちゃう。まあちょっと世の中よくおかしいなと思っても、個人でだけの力なんで、
それがじゃあ正していくっていうところまで実際に持っていかれてないと、うん、で例えば僕は愛国心が大事だって言ってますけど、やっぱ愛国心を大事だって言って、じゃあ日本のためによくしようとか、まあ、それだけじゃなくて世界のためによくしようとか、そういうふうに持って、そういうふうに持ってつながっちゃうと支配者層にとって怖いからですよ、脅威だからですよ。日本は日本人が愛国心持って日本のために、頑張ろうってなると支配者層は怖いわけですよ。第二次世界大戦の戦勝国である支配者層にとって日本人は脅威なわけです。日本国、大日本帝国は脅威だったわけですよ。あんな奴らいんのかと。だからそういう風になってほしくないから、日本国民はちょっとおバカさんのまま、バカのままで、で檻の中で制限された檻のな、制限された自由の中で、欲望を満たして、なんかもうくださいと、ガス抜きしてくださいと。だそれが 3S 政策とか、まあそういう、まあ時代によって変わると思いますけど、まあ昔はプロレスとかも人気でしたし、まあ最近も人気になってますけど、そういったもう日々の、そういう、まあ毎年毎年こうサッカーとか野球のシーズンも始まるし、映画とかも 毎回上映されるし、テレビドラマもこうただで毎日見れますし、まあアニメとか漫画もやってますし、まあまあ、恋愛ドラマとか恋愛漫画とか、まあ、性風俗もありますし、それをうまくこう制限された自由の中でもうそれをこうもうそのもうぐる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 回ってるわけですよ。大衆がそれを自分の欲望を満たしてそれで満たされてみたいな、それをずっとやって、その制限された自由の中、檻の中で人間というか日本国民は飼われてるわけですね。でそうした方が支配しやすいから。でたまに俺みたいなちょっと それから外れてるやつが、まあ、選挙出たりしておかしいみたいなのやってるわけですけども、まあ、そういうぐるぐる回ってる人からすれば俺の方がおかしいみたいになっちゃってるわけですから、まあ、相手にもされてないわけですけども、で本来であれば、みんながいや世の中おかしいよねって思ってこう立ち上がると支配者層にとって脅威なわけですよ。だから支配者層というか、まあ、例えば、まあ、核兵器とか五大国が持ってますけれども、アメリカとかシナとか五大国が持ってますけれども、で北朝鮮が持つとダメだとかそういう風な、報道があるわけじゃないですか。五大国が持つのはいいけれども、北朝鮮が持つのはおかしいと。北朝鮮が持つのはなんでおかしいというのは、北朝鮮はおかしな国だとか、変な国だから、怖い国だから、だから北朝鮮は持っちゃいけないと。いやでも北朝鮮が持つのは五大国とかが核兵器を持つから、やつらが核兵器を持つから、支配者層の方が核兵器を持つから、まあ支配者層ってこう、ニアリーイコールなんで、正確なイコールではないんですけども、そういう強者が、まあ、強者っていうところ、強者が核兵器持つから、じゃあこっちも核兵器持つっていうのは当たり前の論理なわけで、そこをついていくマスコミはいないですよね。で北朝鮮がおかしい、北朝鮮の核兵器なんとかしようっていう方向ばっかで、いや北朝鮮の核兵器持つのも困るけれども、いやもともと核兵器が世の中にあるからそれを削減しなきゃいけないですよねっていうマスコミの流れにはならないですよね。だからもう、北朝鮮問題大変だぞみたいな方に持ってっちゃってる、うん、でまあ例えば、まあ、アメリカがね 中東だとか、そういう戦争を仕掛けたりして、なんか大量破壊兵器があったとか、そういうのも、ね、報道されてたりもしてましたけど、結局あれあったのかどうなのかみたいなのもありますし、だ僕はだからそのホームページにも上げてますけども、気象兵器、人工地震兵器とかも開発されてると思っていて、
日本のその大震災とかはそういった気象兵器、人工地震兵器が関与してるのかなとか僕は思ったりもしますよね。だってなんかこう例えば何か不満があってこう変えようと思ったとしてもなんか大災害が起きたらじゃあ そっちに方向が向くわけじゃないですか。だ支配者層からしたらしめしめって思うわけですね。あ、そっちに向いてくれてよかったみたいな風に思わされるとか、まあ、原発の事故とかでもだから僕はだからそういうなんか人為的な影響があったのかなと思いますよね。そういう風に画策したやつらがいると、だから原発事故の方に向けて、ガス抜きされてると、そういうのが僕は感じますよね。だからこそ、日本国民は自分の頭で、これはおかしい、これは大丈夫だっていうのを考えて、生活行動しないとずっと支配者層の檻の中で飼われたままになってしまうんですよね。で、だから弱者、僕らみたいな弱者が、手を取り合って、自分の頭で考えた上で一致団結して、日本国家を良くしよう、世の中を良くしよう、世界を良くしようっていう方向に動かないと、偽りの自由、制限され、偽りの自由、制限された自由、その中での平和で、生活飼いならされてるだけの、まあ、人種ロボットブロイラーみたいなものにもので終わってしまいますね。人生だ人生一度きりですけれどもやっぱその中でね、自分の信じた道これは正しいって思った道これが理想的な世の中だっていう風な思いでやっぱこうできれば生きていきたいって僕は思いますし、まあもちろんね、人によっては別に偽りの自由、偽りの平和で、でその中で、暮らしていけばいいんだと。鳥かごの中でもいいから、その檻の中で、まあそれなりに平和で過ごせたらいいかなって思う人もいると思うんです。まあ、完璧な自由とか完璧な、ね、好き勝手やれないけれども、まあ、制限された自由だけれどもその中で、まあ、それなりに、ね、楽しめたらそれでいいやって思うこと思う人もいると思うんですよ。だから僕が言ってるような、生き方っていうのはもう戦いは避けられないと思うんですよ。だ支配者層からすれば余計ななんか争いだとか戦争だとか起こしたくないと思うんですよ。その支配者層にとって都合の悪い戦争とかそういうのは、まあ、大きな戦争とか避けたくない。それだからそれのために例えばウイルスだとか、ワクチンとかで人口を操作したり、気象兵器だとか、そういう人口地震とかそういう災害を起こせる兵器で、人口を、削減したりとか、まあ、そういう手段で直接的な戦争とかをせずに、人口を操作しようとしてると思うんで、大きな戦争とかならないと思うんですね。まあ、多少の争いはあったとしても支配者層も困るんで。でもその僕なんかがその自分の頭で考えて一、弱者が一致団結して世の中を変えていこうっていう動きになるとこれはだから戦争をする可能性だってあるし戦うやっぱ戦わないとその理想的な世の中にはなっていかないと思うので。でもじゃあ戦うのは嫌だこういう制限された自由平和だけでも、まあ、まあ世の中腹立つこともあるけど、まあ、まあそんなもんだみたいな感じでまあ行きたいと思う人もいるかもしれないです。だからまあすでに、まあ、それでいいやって思う人がたくさんいると思うんです。無関心だとか無反応だとか政治に対してまあ腹立ったり無関心だけれどもまあ そんなもんだよみたいなそういう人たちが日本人が増えちゃってると思うんですよね。だからもっと多分昔の日本人だったらいやこれはこうだこうしなきゃいけないみたいなあったのかもしれないですけどもう最近の日本人だと
わりかしだからもう結構もう洗脳が、支配者層の洗脳がすごい効いてて、まあこんなもんだよねとか、まあ政治に期待してもダメだよねとか、だから政治家のスキャンダルとか浮気とか不正だとかそういうのを流されすぎて、まあそういうのはね、良くないことは正した方がいいと思いますよ。森友学園とかでも良くないことがあれば正した方がいいとは思いますけれども、でもそのやりすぎて、もう政治に不信感、社会に不信感、世の中に不信感を与えて、もうなんていうんですか、もういいやみたいな、まあ、そんなもんだよみたいな、そういうような、風潮、まあ流れに使させている、うまく聞いちゃってると思いますね。 いると思います。だから今後、だからもうこういう流れは割と大きな流れなので、なんか止めにくいというか、止めるためにはやっぱネットがやっぱこう普及しているので、もうネットで変えるか、もうマスコミを買収するかとか、もうそういうマスコミは少しずつ変えていくしかないと思うんですね。だからこれをやるっていうのはもう相当すごい、大変なもう作業というか、そうですね、もう過酷な作業ですけど、だから僕は本当に、まあ、結構人生に絶望してるんですけれども、まあ人生というか、社会、世界に絶望してるんですけども、だからもう自分は、まあ、結構もう満足して生きてるんで、まあ、そこそこだから、だから 3S 政策の術中にはまったというか、もう個人主義の術中にはまったというか、もうそこそこ俺満足してるんですよ。そこそこ幸せだし、そこそこ満足して、もうここの辺でいいやっていう感じなんですよね。だから、でも、まあ最後に、まあ世直しというか恩返しで、まあ、まあ自分という人間が何かこう、アクションを起こすことで、捨て身で死ぬ気でアクションを起こすことで、なんか世の中がいい方向に少しでも変わればなっていうのは、ありまして、まあ選挙とか出てるわけですけれども、まあなかなか難しいですよね。まあテレキクラブとかテレキ会とかやってますけど、そういう個人個人が一致団結して、仲間になるっていうか、こう組織を作るっていうのは結構やっぱり、簡単なものじゃないなと思いますし、お互いがお互いで、その公のため、世の中のために協力し合うっていう風に、まあやっていきたいなとかは思うんですけど、そういうモデルケースとか作れればいいなとは思うんですが、そうですね、まあでもそれでもう難しいから諦めちゃったらもうそれで終わっちゃうので、まあ僕も行けるところまでは頑張って、トライ、アクションしていきたいなとは思うんですけれども、まあ僕がね、こういうこと言って、もう何もならないっていうか、平気なのは、もう僕なんて、もう、その全然相手にされてないっていうか、まずそんなもう、弱者すぎて、小さすぎて、取るに、気にするに値しない存在だからと思うんですけど、だから僕がなんかもっとこう叩かれるっていうか、もっとこう、制限されるっていうか、動きが取れなくなる風になると、僕も大きくなってきたっていうことだと思うんですけど、今の段階だともう全然箸にも棒にも引っかからないような状態だとは思うんですが、まあ、日本国家のため、世の中のために、まあできる限り頑張りたいなと、は思います。ちょっとストップします。で、僕が愛国心持つって言ってるのは、愛国心持とうっ
ていうことをそのマスコミとか言ってないからですよ。マスコミとかが愛国心良くないみたいな言ってて、愛国心アレルギーを作ってるわけですけれども、愛国心持つっていうのは当たり前のことですし、家族愛も当たり前だと思うし、仲間愛とか会社に対する愛とか共同愛だとか当たり前のことだと思うんですよ。でもそういうのを、そういうものに家族だとか共同だとか会社だとか仲間だとか国家だとか、そういったものに、まあ、地球でもいいですし、地球に対する愛とかそういうものに愛を持たれると困っちゃうわけですよ、支配者層は。で、そのために頑張ろうって思うわけですから、愛っていうのは。だ、日本国家のために頑張ろうって思う人が増えちゃうと困っちゃう人たちがいるわけですよ。で、だからそういう愛国心とか持ってる人たちをなんかネトウヨとかそういう風に言って、頭のおかしい人たちみたいな印象操作やレッテル貼りが行われてるわけですよ。人種差別主義者だとか、愛国心持ってるからといって別に人種差別主義者なわけじゃないわけですよ。だけど愛国心持ってる人はヘイトだとか、ヘイトスピーチするとか、その人種差別するとか、なんかそういうことを絡めさせて、愛国心持ってる人良くないとかやっちゃってるわけですけども、別に普通の当たり前のことの中の一部だと思うんですね。愛国心なんて、家族愛だとかそういうものの一つなわけですから。で、まあそういう、国家に愛を持っちゃうと、日本のために、日本国家のために、日本社会のために頑張っちゃうんで、それをそぎたいと。で、そのそぎたいっていう人たちがこう一致団結してたりするんですけど、国家に愛を持つなみたいな。で、そういう人たちが、まあ、デモやったりとかしてるんですが、でそういう人たちは、日本に外国人がたくさん来るとか、日本に外国人が住むこと、移住することに賛成の人たちとかで、だからそういう人たちは、日本が、日本社会とかそういうものが崩れていく、日本社会がなくなっていく、日本社会のその秩序やルールが壊れていく方向に加担している人たちなので、それをメディアは取り上げてたりとか応援してたりするんですけれども、だから例えば、まあ、外国、別に外国人差別するわけじゃないですけども、無秩序に、日本に外国人の人たちをわーって入れちゃうと日本のルールが崩れたりして、で、まあ、日本人と外国人でハーフの人がで、ハーフの人がで、生まれたりとか、そうなると日本人らしさがどんどんなくなって、じゃあ相対的に、別に日本に対して愛国心って別に持つ必要あんのみたいな風になるし、日本っていう国は別に日本人のもの国じゃないよねって、日本人だけの国じゃないよねみたいな、アメリカみたいな、アメリカ人種のサラダボールとか言われてますけれども、日本も、大衆が、バカな大衆が住みやすいような国社会に、少しずつ長い年月をかけて、そういう、そういういろんな人が、いろんな人種が住みやすい国に変貌させられてはいってると僕は思いますけれども、だから大衆が、大衆を、支配者層が大衆を操作しやすい国、に日本は変えられていると。戦前の日本とか、戦争中戦った日本は、日本が頑張っちゃうと厄介だから、支配者層にとって厄介だから、こういった国はもう徹底的に潰さなきゃいけない。日本らしさをどんどんなくしていかない。日本、だからもう天皇陛下とかもどんどんなくなって、もう途絶えていく方向になると思うんですけども、今のは。だから日本らしさを全部というか、まあ、少しずつどんどんなくしていって、そういった大衆、世界の大衆を、買いやすい国に、そういった大きな檻を作ってるわけですよ、支配者層が。だからそこに抵抗する人
日本らしさを守ろうとか、日本人としてこうだとか、そういったふうに頑張ろうとなんとか、やろうと、支配者層に抵抗している人たちを、マスコミがネトウヨだとか、人種差別主義者だとか、ちょっと頭おかしい人みたいな、そういう方向、そういうレッテル貼りをしたり、してたりするので、まあ、そういう中で、やっぱり人、まあ、なんていうんですか、人がその一人一人が、自分の頭で、これはおかしいよね、これはおかしくないよねって考えた上で、まあ一人一人で、こう活動するんじゃなくて、みんなで、協力して仲間になって、対抗していかないと、コミュニティとかを形成していかないと日本は終わっちゃうだろうし、支配者層のその世界を、うまく飼いならすっていうシステムはずっと続いていきますよね。まだそれでまあいいやと思っちゃってる人はもうしょうがないと思うんですけど、まあ一人ぐらい僕みたいなね、ちょっとひねくれ者がいてもいいのかなって、思います。まあ、僕はまあ正しいことが正しい、それが正義だみたいな、風な世の中に したいとは思うんですけど、おかしいことはおかしいで正される、おかしいことした人はおかしいで正されてた、ちゃんと真っ当な人は真っ当な人で評価される国にしたい、国、社会、世の中にしたいけれども、まあ、それがね、人生っていうか、不思議なもので、まあ正しい風に生きれば、人生丸く収まるっていうわけでもないですから、まあ、難しいんですけれども、まあ、僕は正直に生きたいなっていう風には思って、まあ、やってはおります、はい、だからまあ生けるところまでちょっと僕も頑張りたいと思いますが、はい、まあ皆さんも、一人一人頭の中考えて、まあ、こういうことをね露骨に日常生活でね、大衆操作だとか、支配者層だ、なんか印象操作だ、世論誘導だみたいなことを言っちゃうと、あいつ頭おかしいやつだみたいなふうに思われちゃうので、まあね、なかなかね、そういう風なのをね、こう、表立ってやることはね、リスキーかもしれないので、まあ、でも心の中で思って、自分はこうだとか、そういう風に、ちょっとこうアクションできるところでやっていくっていうのは、いいと思うんですね。だからまあそうですね、まあ、まあ、テルキ会とかテルキクラブもありますけれども、だからそういう自分の中で、あ、ここで、こういう話できるなとか、そういう場を、持つっていうのも、大事だと思いますし、大事というか、だから変なところで変なところで、だから、マスコミの印象操作だとか、マスコミがなんか、陰謀論的なことを言っちゃうと、あいつ大丈夫かみたくなっちゃうので、だ恐ろしいですよね。だから、本当のことを言ったりすると、いや、頭おかしいんじゃないかみたいな風に言われがちな社会というか、世の中なんで、だからそれを、まあ、言える、秘密結社ではないですけども、言える環境を僕は整えていきたいなと思いますよね。だから自分が思ったいろんなことを言える意見、いや、これ本当は世の中こうじゃないか、本当は、俺はこう思うとか、こうした方がいいとか、マスコミではこう言われてるけど私はこうだっていうのを普通に言える何かこう場を作っていきたいなとは思ってるし、皆さんもそれぞれね、そういうコミュニティとか、まあ実際にそういうのを作れなかったとしても、その二次元だとかネット上で作ることも可能ですし、うん、だ少しずつそういうね、あれはおかしいんじゃないかみたいなのを、出せる場っていうのを僕は、作っていって、大きな力になっていけたらいいなとかは思っております。
はい、ということで、後藤輝樹でした。はい、失礼いたします。